皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。よくわかるコード理論講座、イエーイという感じで、コード理論の話をさせていただこうかなと思います。コード理論。まあ、以前もこんな動画があったんですけれども、なんか画質が悪かったり、音声が悪かったり、説明があんまりうまくなかったりとかして、ちょっとあれだなと思ったので、まあ、改めて作り直そうかなと思った次第でございます。その辺の前の理論動画をご覧いただいた方にとっては、ちょっと話がかぶる部分、重複する部分はあるかと思うんですが、まあ、おさらいと思って確認していただけると幸いでございます。とりあえず、まあ、テンションとかインターバルとかトライアドとか、そんな感じで、このコードとはそもそも何なのかという話をまずしてみようかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。まあ、それが発展したらコード進行のセオリーとかもいければなと思うんですけれども、まずその前にコードそのものについてお話をさせていただこうかなと思います。で、私、滝沢、話がすごく長くなるという欠点を持っておりますので、ちょっと一回 iPhone で5分の時間設定をしたいと思います。5分経って、切りがいいところで終わりにすると。そんな感じでやっていきましょう。ではでは、まずコード理論を勉強する上で、一番最初に大事になってくるのは、インターバルというものについて学ぶ必要があると。インターバルを知る必要があります。インターバルとは何だろうか。まあ、簡単に言うと、距離です。距離。長さとかの距離の場合はすごいシンプルなわけじゃないですか。例えばこの高橋君と花子さんは、花子さんとはこの3メートル離れているとか、2メートル離れているとか、高橋君3歩進んでください、3メートル進んでください、4メートル進んでくださいみたいな感じで、そのカウントするのがすごく楽ちんなわけですよ。0があって、1があって、2があって、3があって、4、5、6、7という感じで。数字さえ覚えてしまえば、カウントするのはすごく楽ちんなわけなんです。しかし、ところがどっこい、音楽の場合はそうもいかねえと。ここがね、本当にすごい最初めちゃくちゃややこしいところです。よかったらメモを取ったりとか、ノートに書いたりとかしてみてくださいませ。音楽の場合の距離はどうなっているのかと。トイッ、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 こんな感じかな。まあ、こういう、まあ、1本の棒がありましたと。で、距離の場合だったら、まあ、1センチ、2センチ、3センチ、4センチという感じで数えていきますよね。しかし、音楽の場合はそうではないと。まず、一番最初、ファースト、1という言い方をするんです。距離の場合は0メートルとか0センチとか、重さの場合だったら0キログラムとか、0グラムとかありますけれども、音楽の場合は0がありません。最初のカウントがもういきなり1からスタートするんです。で、その次、2本目に関しては、次のマスに関しては、マイナーセカンドという言い方をします。マイナーセカンド。小文字の M はマイナーと読みます。1があって、その次はマイナーセカンド。で、その次はメジャーセカンドという言い方をします。大文字の M はメジャーと、読みます。で、その次、1があって、マイナーセカンド、メジャーセカンドがあって、その次はマイナーサードという言い方をします。マイナーサード。で、その次はメジャーサード。1があって、マイナー、メジャー、マイナー、メジャーってきたから、じゃあその次はマイナー4、フォースとかかなって思うかもしれないんですけれども、これがびっくりすることに、どういうわけか、マイナーフォースではなくて、4だけです。で、その次は4シャープ、もしくは5フラット、どっちでもいいです。同じ意味です。で、その次は5があって、マイナー6、メジャー6、マイナーセブンス、メジャーセブンス。で、ここで1周になるわけです。ここで1周して、1がまたスタートすると。こんな感じになっております。距離の、何度も言うようですけれども、距離の場合は1、2、3、4、5、6、7、8という感じで数を重ねていけば OK なんですけれども、音楽の場合はそうではねえと。高橋君はこう言いましたと。で、高橋君の親戚はメジャーサードですと言われたならば、ここのことを指すわけです。この距離感。高橋君と親戚は3歩離れてますとか、4歩離れてますとか、そういうんじゃなくて、メジャーサードとかって言い方をするんです。これがまあ、ひたすらわかりにくい。高橋君にとってのフィフスはどれですかと言ったらこれ。高橋君にとってのメジャーセブンスはどれですかと言ったらこれ。こんな感じです。1、4、2、そうですね。合ってます、合ってます。こんな感じで、この音楽のインターバル、距離感、まずこれをですね、覚えるのがすごく大事になってきます。ちょっとまあややこしいところではあるんですけれども、まあ、何回か
書けば、覚えられると思いますので、ぜひ覚えてみてくださいませ。これがまずインターバルという話です。お、そろそろもう5分経ってしまうな。時間というものは儚いものでございますね。あっという間に経ってしまう。2016年ももう半分終わってますからね。本当にどういうことだって話ですよ。ちょっともう行員矢の如しすぎねえかって感じなんですけれども。その次、なんだっけ、トライアドというものについてお話をさせていただきます。さっきは距離、インターバルという話でした。その次、トライアド。まあ、簡単に言うと、これ3和音のことです。基本の3和音のことです。基本の3和音。これ、4種類あります。4種類。どんな種類かといいますと、まず1種類目がメジャー。その次はマイナー。で、その次はオーギュメント。で、その次はディミニッシュ。5分経ちました。こんな感じの4種類がございます。それぞれどんなものか、軽く紹介させていただきますと、メジャーというのは、ファースト、メジャーサード、フィフス。マイナーは、ファースト、マイナーサード、フィフス。このサードの音が違うわけですね、サードの音が。オーギュメントは、1と、メジャーサードと、シャープ5。で、ディミニッシュは、1と、マイナーサードとフラットファイ。こんな感じになるわけです。何となくわかりますでしょうか。そこからちょっと色付けをしてみますと、まずここはそのメジャーですよね。メジャー、メジャー。で、ここはマイナーとマイナー。で、それぞれこの、ね、メジャーとオーギュメント、1と3は共通しているんですけれども、5が変わってくる。マイナーとディミニッシュはそれぞれ1と3は共通しているんですけれども、5の使い方が変わってくる。こんな感じのトライアド、基本のコードになります。まあ、正直、オーギュメントとディミニッシュはそんなに使わないので、あんまり深く考えなくてもいいんですけれども、メジャーとマイナーはすごくよく使うので、ぜひ覚えておいてくださいませ。ちょっとメモとか取って、覚えてくださいませ。それでは、とりあえず5分経ったので、中途半端なところではありますけれども、今回はここで1回終わりにしようかなと思います。また次回お楽しみに。さよなら。